戦うキャラクターを登録するんだ。君の持っているバトルカードを下画面の光っているところに置いてくれ。7枚まで登録できると、登録するキャラクターが決まったらチーム決定をタッチするんだ。ヒーローアバターカードを置くと、君の分身を登録できると、バトルタイプがスペシャルのカードは1枚でバトルアプリの発動ラウンド決定だ。では出発するぞ。戦闘開始。熱いバトルを開始だ。あれはスーパードラゴンボールだ。なんて大きさなんだ。バトルアプリのチームボーナス効果でラウンド1敵のオリビア発動です。赤いエリアで敵に攻撃、青いエリア阻止、仲間の知らせている。仲間の攻撃を発動です。ああ、互いに戦闘態勢に入りました。いい、君が先行だ。パワーが溜まったぞ。スーパードラゴンボール、君のチームの攻撃だ。敵のチームの攻撃だ。このアビリティは圧倒です。スーパードラゴンボールバトル発生。ボタンを押せ。君の勝ちだ。いいガードだ。スーパードラゴンボールを守ったぞ。敵のアビリティは人類来るわ。仲間のアビリティ発動だ。バトルアプリ発動チャンス。バトルアプリセット完了。バトルアプリ効果発動。巨大化モード突入。巨大化が始まるぞ。思い知らせてよ。貴様たちも終わりだ。ぬがぁ。赤いエリアで敵に攻撃、青いエリアで視力を回復だ。仲間のエネルギーが遅まれた。ロックオンモード突入。さあ、互いに戦闘態勢に入りました。いい、君が先行だ。パワーが溜まったぞ。スーパードラゴンボール、君のチームの攻撃だ。激しい戦いを勝ち抜いたぞ。
ッ